aus der Korea representing the Republic of Korea, Yeji Jin. 大会直前に19歳になったイエジシンです。世界ジュニアは3回目の出場です。2004年の大会は30位、昨年は14位でした。しかし今年力をつけてきた選手ですよね。そうですね、まあ、年齢的に言いますとね、完全にもうシニアの選手なんですよね、はい。まあ、あのルールで、まあ、7月までそういうのもありますからね、あのエントリーしてる時の年齢というのはそこで切られますからね。で彼女は19歳というのはもう完全にもうシニア、まあ、だから最後の年もこれ、ね、ジュニアで頑張るということで、ショートプログラムはよく頑張ってましたね。10点の成績でした。トリプルダブルのトリプル、回転がもうギリギリですよね。シットのポジションちょっと高いんですけどね、あの変化としてはレベルはもうレベル4を取れる、まあ、内容ですけどね、まあ、ジャッジの評価としてはそんなに高いクラスは取れないんですよね。いいスパイラーですね。まあ、2種類しか組んでないわけですよね。トリプルトーループとトリプルサルコ、はい。まあ、この持っているものをうまくこう組み合わせてはいるんですけれども、やっぱり内容がフリーになってくるとですね、もうちょっと欲しいな、うん、やっぱどうしてもダブルが中心になってしまいますのでね、後半特にダブルアクセル多かったですよね。そうですね、ダブルアクセルがですね、3つ入ってるんですよね、ダブルソロのダブルアクセルが2つ、それからダブルアクセルのコンビネーションですね、
このジャンプもちょっと斜めになってますからね、質はよく、ですからジャッジによってはランディングの部分でマイナスを取る人もいてと。でレイバックスピンもいろいろこうあのバリエーションやろうとしてるんですけど、コントロールできてませんので、どのレベルに結びついていかないということがありますね。まあ、ただ、まあ、大きなミスはありませんでしたからね。ただ全体としてはあまりインパクトのある滑りではないですよね。韓国の国内ではシニアで2位になっている選手です。46.45 points and is currently in the first